吹奏楽の旅2012マーチング編。あれから4ヶ月、スタッフは京都立花高校を訪ねた。こんにちは。こんにちは。お元気ですか。はい。このみさんは。あ、おった。あ、元気ですか。去年はどうだった。去年夏休みで8キロ痩せて、絞ったんだ。この新しいドラムメジャーの人は、あ、元気？3年生の山口彩さんが務めるドラムメジャーとはマーチングバンドの指揮者役だが、演奏だけでなく日頃の練習や部の運営などでもリーダーとなる場合が多い。去年銀賞でしたよね。めっちゃ悔しかったです。でも絶対リベンジしてっていう気持ちが強くなりました。やっぱり、なんであそこになって気になったの。やっぱもうちょっと練習の仕方とか、練習するか、もっと徹底的にやるつもりです。今年は本当に負けたくない。先輩めっちゃ泣いてたけどな、あれ見てどう思った。やっぱ頑張って育ててくれたのにそれに応えられなかったのかなっていう自分の気持ちもあります。もう銀なんて許せない。はい、金だけです。スタッフは今年取材する2校目を決めるためある人の元を訪ねた。昨年取材した市立柏高校の石田先生だ。昨年の全国大会で金賞おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、あの金賞受賞できてよかったです。もう歌唱もね、満足いく演奏だったと思います。でもね、それより上を行った学校あるんですよ。すごい学校があった、それはどちらの高校ですか。福岡の聖火。聖火。聖火。観客をね、一瞬たりとも飽きさせない。歌唱の場合はちょっとこう、一瞬、緩むとこあるんですけども、その緩みが全くない、隙のない完璧なパフォーマンスでした。昨年の全国大会で金賞に輝いた一瞬の隙もない聖火の演技がこれだ。1993年に全国で初めて金賞を取ってから13回も頂点に立っている名門中の名門。現在の実力は日本で1、2を争うと言われる力強いサウンドの成果はなんと女子校だ。演奏もさることながら寸分の狂いもなく正確に隊列を変える聖火女子のトレードマークはちょっと地味な青いジャージ。しかも聖火女子がすごいのはマーチングだけではない。迫力あるサウンドと繊細なハーモニー、座って演奏する座奏の頂点。全日本吹奏楽コンクールにも聖火女子は15回出場し6回金賞に輝いている。演奏も全国トップクラスだ。乙女たちを鍛えダイナミックな聖火の音を作り上げているのは顧問の藤重義久先生。田中邦衛にちょい似の藤重先生のもと、聖火女子はどんな練習をしているのだろうか。スタッフは福岡へ飛び博多駅にほど近い聖火女子高校を訪ねた。スタッフは福岡へ飛び博多駅にほど近い聖火女子高校を訪ねた。すると吹奏楽部はマーチング練習の真っ最中。トレードマークの青いジャージを着る彼女たちの動きはまだ春先なのにかなり合っている。はい、集合。例えばね、今こう今練習してるじゃない。目で合わせる。はい、目で合わせる。せっかく練習んだしてんだったら縦横斜め。3杯縦横斜め。タイミング、タイミング、ライン揃えなくちゃダメよ。分かってると入れて手挙げちゃう。こんにちは。笑ってこらえてね。
これから密着しますんで、東京から出してました。本当ベリベリウェルカム。私の子供たちです。よろしくお願いします。顧問の藤重先生は高校時代吹奏楽部へ入りホルンに夢中になった。その後武蔵野音楽大学在学中、すでに東京シティフィルハーモニック管弦楽団でホルン奏者として活躍。1979年、音楽教諭として聖歌女子高校へ赴任して以来30年間、吹奏楽部の顧問として聖歌サウンドを作り続けている。聖歌女子高校は敷地が狭く、校庭はこの広さしかない。しかも近隣に配慮して楽器の演奏は自粛している。これはリアマーチと呼ばれる後ろ向きの行進の練習だが、横の列がなかなか揃わない。これは難しい。ちょっとこれまずいなと思って、やり方いろいろあると思うの。これどうしたらいいと思う、練習し方。2人ペアになってる時はどちらかがフォワードマーチで、ちゃんと正確な歩幅でリアマーチの人とにちゃんとした歩幅を教えてあげるのとか、あと横からついていくだけじゃなくて後ろとかいろんな方向から見た方がいいと思う。前いいこと言うね。今採用。練習による、あ、なんていうかな、新しい練習法が発見できたらその練習を取り入れるの。つまりこう見たのかね、あの後ろ向き歩いてるのは大変難しいわけ。だから前の方にいてる子に合わせるわけ、後ろ。そうするとうまくいくわけね。でそれを今彼女が言ったわけ。でこれ取り入れようって。つまりあの練習はそのなんていうかな、いつも一緒じゃなくて、その中で新しい方法を見つかったらすぐそれを取り入れる。今日なんかすごい良かった、いい練習ができた。リアマーチの後ろ向き。フォワードマーチ、前。人生もフォワードマーチ。校舎内で行うパート練習はいつも場所の取り合いだ。校内も敷地が狭く、パート練習や個人練習は他の生徒に迷惑がかからない場所を探してやるしかないからだ。そして音楽室で行う合奏練習。ワン、ツー、サントシッ。手を叩かなかったやつ出てけ。聖歌スタイル見てごらん。必ず手を叩くの。5、6、3、4。先生に退場を命じられた者はたとえ合奏中でも出ていかなくてはならない。これも聖歌スタイルだ。厳しい、うん、松尾、松尾、何のためのだとちょっと静かにしろ。さっき見てお前の音ばかり。みんなで声出すの。分かった。先生すいません、先ほどはすいませんでした。当たり前です。はい。デートはもう一回だけ出したい。先生に謝り、許可されれば再び合奏に参加できる。ワン、ツー、ワン、ツー、サンタシー。スタッフはもう一校、気になる学校を見つけた。東海大学附属相模高等学校。送ったアンケート用紙に入りきらないほど情熱的な回答によれば、今年は2009年以来の全国大会出場に向けて全員一丸となっているという。早速スタッフは神奈川県へ向かった。東海大相模といえばスポーツの名門として知られるが、吹奏楽部はどんな雰囲気なのだろうか。皆さんこんにちは。日本テレビの笑ってこられ、スタッフは神奈川県の東海大学附属相模高校吹奏楽部を訪れた。皆さんこんにちは。日本テレビの笑ってこられ、すごい羨ましいわ。やっぱエネルギーあやまってる。東海大相模を取材します。パワーみなぎる東海大相模マーチングバンドを率いるのは新3年生の武田浩輝くん。48期ドラムメジャーをやらせてもらってます。
ドラムメジャー。ドラムメジャーはやめてください。マーチングの魅力を。マーチングの魅力は一人じゃできないところですね。全員で一人。皆さんどうですか？かっこいい。吹奏楽部の顧問は矢島先生と藤本先生の2人だ。東海大相模の吹奏楽部は学校の開校と同じ1963年の創部。2003年に矢島先生が顧問になると、早くもその年座奏の頂点全日本吹奏楽コンクールに初出場を果たし、名実ともに神奈川県屈指の名門となった。そんな東海大相模吹奏楽部のマーチングとは？トラディショナル。これが相模の売りです。これは昨年の東関東支部大会での演技。使用する楽器や動きはマーチング発祥の地といわれるアメリカのスタイルを強く意識し、伝統を堅持している。質実合健、木をてらうパフォーマンスを行うチームも多い昨今、これこそ東海大相模が誇るマーチングだ。しかし、まあ、年々上がってはいると思うんですけどね、あと一歩がなかなか超えられないですからね、はい、毎年秋大阪城ホールで行われる全日本マーチングコンテストへ出場するためには、予選にあたる各都道府県大会を勝ち上がり、さらに複数県の代表校が出場する支部大会を勝ち抜いて全国代表に選ばれなければならない。これまで東海大相模が全国大会への出場を果たせたのはわずか2回。神奈川県大会は勝ち抜くものの、強豪ひしめく東関東支部大会の壁をなかなか越えられずにいる。特に高い壁が千葉県勢だ。東関東から全国大会へ出場できるのは3校だが、過去の記録を見るとその3枠はほとんど千葉の強豪、市立柏高校、市立習志野高校、市立船橋高校で独占されている。千葉県やっぱ強いですか？強いです。では今年は、まあ、自分の代ですから何とかしたいです。勝ちます。お、勝ちます。勝ちます。武田君に気合が入っているわけは算出と呼ばれる制度の存在。これは3年連続で全国大会へ出場した学校はその翌年は出場できないというもの。今年は三強の一つ市立船橋高校が算出で休みのため、東海大相模にとっては全国大会出場できる可能性が例年より高いのだ。今年は本当取りに行きたいです。武田君がみんなを大阪城に連れていくわけですね。ん？みんなで大阪城を勝ち取ります。今年の全日本マーチングコンテストは11月18日に大阪城ホールで開かれる。果たしてその日までにどんな熱いドラマが生まれるのか。燃えよアコード、今年もマーチングから目が離せない。去年の大会見て僕テレビの前で泣いちゃいまして。泣いちゃった。金以外はもう別に銀取ってもしょうがないってわけですよ ね, ですね。金以外はなしですっつったら、こいつの立場はどうなるんだよ。俺も銀が入ってる。銀が入ってないです。銀入ってないです。どうでもない、そういう問題じゃないです。あのね、怒られるから、あの金の唐突さと俺のでしょ。